cabeza. プラグインチップの信号コードを確認。外略位置をマップにマーク完了。 中のプラグインチップを入手。 捜索中のプラグインチップの信号コードを確認。予測、機械生命体が装備中。 プラグインチップを入手。疑問、当該プラグインチップの使用について。使用報告。本プラグインチップはヨルハブ隊員専用モデル。通常アンドロイドが要求するのは非合理的。ヨルハブ隊員専用チップ。 司令部から通信。携帯連絡。現在廃墟都市地区でヨルハブ隊員が行方不明になった。機密情報が入ったプラグインチップを持っているため捜索している。詳細な情報を収集するように。了解。
あれはヨルハ部隊。報告。捕獲命令を受けているヨルハ部隊に 22B および 64B と確認。バカ、追ってな。武装展開、隊長に連絡。はい。あなたたちには任務報告を通じ、司令部から捕獲命令が下っている。おとなしくして。うるせえ。報告。捕獲命令を受けているヨルハ部隊に 22B および 64B と確認。クソ、やってやる。22B 64B 確認。逃亡よろ。
破機体の元隊長ヘイト・ビン推奨捕獲。お前たちがやったのか。お願い抵抗しないでください。うるさい。何も知らないくせに。報告、機体ヘイト・ビンは近接戦闘特化型モデル推奨遠距離攻撃による破壊。破壊って人たちはレジスタンスキャンプから物資を盗んだりしたんだろう。そうだ、アネモネさんなら何か知ってるかも。トゥビー、分かった。司令部に通信。こちら 9S、 応答せよ。こちら 210、 どうしました？実は逃亡したヨルハ部隊についてなのですが。はい、こちらでもその情報は確認しました。しかし司令官から言われているような盗難事件はレジスタンスキャンプでは発生していませんでした。一体これって。当該案件へのアクセスはできません。え？司令官命令によるものです。どういうことですか？ナイニス、気をつけて。私からの情報は以上です。あれ、オペレーターさん、どうして。行こう、ナイニス。でも私たちは戦うだけだ。
送用の荷物と思われるオブジェクトをマーク。って言ってもこれじゃ運び出せないな。まずは通れる状態にしないとダメですね。これで移送用の荷物は全部集まりましたね。
体内にスタンプを発見。推奨敵の破壊およびカードへの押印って言われても、なんでしょうね、今の。そう、近くに敵の反応があります。
あそこ。怖かった。もう大丈夫だよ。早く戻ろう。別の敵が来るかもしれない。そんなダダをこねないで。 2B どうしよう。こんな小さな機械性、私にもわからない。言ってるそばから来ましたよ 2B。 わかってる。気は済んだ？お母さん心配してたよ。だから僕たちが来たんだ。一緒に帰ろう。僕たちから離れちゃダメだよ。ちゃんとついてきて。お母さん本当に僕のこと心配してた？してたよ。だから戻ってちゃんと謝ろうね。
警告。